アイテム番号、SCP-410JP。オブジェクトクラス、ケテル、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-410JP は本報告書の本項目に収容されており、文字列が SCP-410JP の活動領域として割り当てられています。1また、SCP-410JP1 はサイト、81。内の5層の隔壁からなるユニットに収容されています。ユニットの各層は耐熱性の素材で構成され、意味を持たない数列を隙間なく印字することにより SCP-410JP1 の視界を妨げています。ユニットの定期検査及び修繕は、標準耐熱装備を着用した職員2名によって毎週行われます。説明、SCP-410JP は、アラビア数字で記述された数値に割り込み異常な実態を生成する小数点です。SCP-410JP に割り込まれた状態にある媒体は、数値の意味が変更される修正、及び破損、汚損した場合即座に復元されます。SCP-410JP が何らかの物体について示す数値2に干渉した場合、同一の外見を持ち干渉後の数値を反映した複製、SCP-410JP1 と呼称が小数点付近の空間から排出されることがあります。生成された SCP-410JP1 のうち、人型の個体はアラビア数字のみを認識する特異な視覚を有しています。この視覚を介して、SCP-410JP は別の媒体へと転移することが可能です。その他の個体、とりわけ無生物の形をとる個体の場合、どのようにして数字を認識しているのかは不明です。SCP-410JP1 はいかなる損傷を受けても特異性を失うことはありませんが、転移先で新たな個体が生成される際に古い個体は消失します。SCP-410JP は、溶解液をしだれ流すウォーターサーバーが突如出現した、という異常な通報により財団の注意を引きました。エージェントが現場に到着した時点において、すでに SCP-410JP1 は消失しており、持ち帰った液体のサンプルからは異常性のない水と溶解した建材の成分のみが検出されました。この事案を含め、財団が把握する限り7回目の転移において SCP-410JP は確保されました。以下に、各事案の概要を記載します。事件記録、410JP1、日付年、月、日、場所、東京都、区内の家電量販店、対象、ウォーターサーバーの製品カタログ、概要、漏出した水が3階の床を溶解させ2階まで貫通。使用している水の pH 値、6.9、が、69、に変化したものと推測される。pH69 は科学的に破綻した値である。事件記録、410JP2、日付年、月、日、場所、東京都、区内の病院、対象、腰痛患者のカルテ、概要、看護師によって、全身の骨が砕けた状態の患者の複製が発見された。カルテ棚の高さからの落下が原因とみられ、患者の YAM 値3、74、が、7.4、に変化したものと推測される。看護師の証言により、複製は会話による意思の疎通が可能であったことが判明している。事件記録、410JP3、日付年、月、日、場所、鹿児島県、市内のアパート、対象、小惑星、2006RH120、について記述されたウェブサイト、概要、サイトを閲覧していた住民及び開花の住民が直径、5メートルの眼界に押しつぶされる形で死亡。近隣住民には A クラス記憶処理が施され、カバーストーリー、爆発事故、が適用された。出現した眼界は至近距離でも凹凸を判別できない異常な黒色をしており、標準等級、29.527、が、2952.7、あるいは、29527、に変化したものと推測される。調査の際、モニターをチェックしたエージェントがウェブサイトの数値上で動き回る SCP-410JP を発見。
財団への報告直後に転移した。事件記録 410JP4 日付年月日場所新潟県市内のスキー場対象同施設のパンフレット概要点が小刻みに動き回る異常なパンフレットを発見したという通報の直後100分の1スケールの山がゲレンデ上に出現壊滅的な雪崩を引き起こした大規模な記憶処理の後カバーストーリー地滑りが適用され SCP-410JP はケテルクラスオブジェクトに指定された事件記録 410JP5 日付年月日場所北海道市内の駅対象発着情報を表示する電光掲示板概要1両編成の列車がホーム上に出現利用客の証言により電光掲示板には 1.0 両編成と表示されていたことが判明ホーム及び車内からは乗客の複製が11体発見された複製は数字の記載されていない障害物を回避することができずホームから転落する個体も存在したこれらの事実をもとに SCP-410JP1 は数字のみを認識し SCP-410JP の転移先を決定していると仮説を立て収容の準備が進められた事件記録 410JP6 日付年月日場所山形県市内のマンション対象電子体温計概要住民の複製が379度の体温で出現確保後前面にアラビア数字を印字したコンテナで輸送されサイト弥市にて収容された複製の確保時すでに電子体温計に SCP-410JP の姿はなく転移先で新たな SCP-410JP1 を生成される恐れがあったため輸送中のコンテナ内で SCP-410JP の収容計画が実行に移された。音声記録 410JP を参照。音声記録 SCP-410JP1 概要 SCP-410JP1 の特性を利用し SCP-410JP の報告書への転移を誘導した。録音開始。エージェント、よ、調子はどうだ?数字と徹夜でにらめっこして300度の知恵熱が出たんだってな。SCP-410JP、1行かなければ、変えなければ、成し遂げなければ。エージェント、SCP-410JP、1、耳は聞こえているか、どうなんだ ?SCP-410JP、1成し遂げなければ、成し遂げなければ、4、2、6。エージェント、成し遂げる、とは何を指している?それにその数字は一体 ?SCP-410JP-1、4、2、6、4、2、6、4、2、6、4、2、6、必ず。エージェント、聞こえていないのなら仕方がない。これは独り言になるが、俺は今 SCP-410JP の、お前を生み出したイカレ小数点の報告書を読んでるんだ。大したもんだな。あいつに関するすべてが載っている。SCP-410JP-1、沈黙。エージェント、何が目的なのか、どのようにして生まれたのか、何が可能なのか、あいつを封じ込めるための情報はすべて揃っている。収容されるのも時間の問題ってわけだ。もう算数の時間は終わったんだよ。残念だったな410。SCP-410JP-1、絶叫、くなりかなければ、変えなければ、成し遂げなければ、不明瞭、4、2、6。録音終了。この直後、報告書内に SCP-410JP が転移し、収容が完了しました。翌年、SCP-410JP はユークリッドクラスに再分類されました。アクセス承認。事件記録 410JP7 日付年月日対象本報告書概要
SCP-410-JT の収容に用いている数値が突如として増加。その後16回にわたり数値の増加が続き、収容当初、1万日、であった数値は、41万162、まで変動した。一度目の変動イベントを受け、SCP-410-JT の未知の性質を解明すべく、新規の文書を用いたいくつかの実験が行われました。しかしながら、そのいずれも、SCP-410-JT が転移せず報告書に留まる、結果に終わり、研究の方針は数値変動時の映像分析へとシフトしました。5度目の変動イベントにおいて、秒間1兆フレームの高速度撮影による映像を分析したところ、SCP-410-JT の像は常時ぼやけており、変動の前後において濃淡が変化する様子が捉えられていました。また、濃淡が変化する間は数値の像もぼやけ、判読が著しく困難になります。精査の結果、SCP-410-JT の振る舞いは鶴の振動に酷似しており、数値の変動は瞬時に複数回発生していることが判明しました。8度目の変動イベントにて、変動開始直後の2つの数値の解読に成功しました。数値は、203.423 から、58.8120 へと変化しており、これは誤信数、203.423 を求信数に変換した値、58.8120125 に酷似しています。その後の観測でも様々な信数間の変換が見られ、最終的には、SCP-410-JT は点ではなく振動する鶴であり、その振動パターンにより任意の進む方における小数点として振る舞う、と結論付けられました。SCP-410-JT の目的は未だ不明ですが、実態が鶴であること、および SCP-410-JT、1が発した、496、というフレーズは超鶴理論との関係性を示唆しており、宇宙規模、あるいは多次元規模の SCP-410-JT、1個体の生成を目論んでいる、可能性が指摘されています。また、当座の目標は収容突破であり、二進数への変換で特定のコードになる根を作り出そうとしている、可能性も指摘されており、潜在的な危険性の高さからケテルクラスへの再分類が申請されました。申請は却下する。SCP-410-JT がどのように数値を変化させようと、その数値に与えられた、SCP-410-JT の活動領域である、という意味だけは決して変えられはしない。あれがやっていることは、単なる独房の模様替えに過ぎないのだ。応募、3。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。